僕、お名前は？薬をも…マイク…違うんだ。おーい、ナナ、ケイ、どうしたんだ？旅人、それにパイモン。あ、二人ともちょうどいいところに。この子、リーユエコーの外から来たみたいなんですが。ちょっと待って、迷子なのは僕じゃなくて、と、お前のお父さんが？いい大人がどうやって迷子になるんだい？僕の父さん、昔から物忘れがひどいんだ。お母さん、何日か前、父さんのために薬を取りに行ったきり帰ってきてない。それで前の怪盗祭の時に福袋の店主が警察署に来て、でも千貫軍のおじさんに道を聞いて、いざ理由、父さんを探してもらえる。安心しろ、オイラたち。あと調整。こら、影で私の悪口を言ってるのは誰？調整、今先ほど福袋の店主を喋る蛇を連れてる。あなたが調整。大事なのはそちらじゃ。では詳しい話をお聞かせいただけますか？はい、白術。なるほど、あなたたち一家は。うん、母さん。そうでし、うん。あ、はいはい。ケ、アコの両親は？オイラと旅人も入れてくれ。さっき。おや、それは助かります。ではナナと一緒に店を。家族。ええ、旅人さん、パイモンさん、まず。家族。父親の病気を私が彼のよ。まだ行ったことのない場。私についてきてください。下の方はもう捜索したというのに、それらしき人物は見当たりませんね。どうしたものか。千貫軍のおじさん、父さんの行く。ああ、君か。この子の頼みで。これは助かりました。それで手がかり。この先の道を見張って。六花の池ですか。あの辺の地形は複雑ですから、何事もなければいいの。本当ですか、助かり。すみません、お父さん。うん、だ、引き続き上に報告して。申し訳ありません。
ご注意を。お客さん、私たち往生堂をごひいきしたいからってそう焦らなくてもいいのに。大丈夫？おや、父さん。あ、フータオ。あれれ、これはこれは誰が来たのかな。旅人にパイモン、それから、うえ、めんどくさいやつ。ふん、あんた相変わらず毛嫌いされてるね。ふう、同種、彼を助けていただきありがとうございます。父さん、大丈夫？まだ僕のことわかる？アコだよ。お前はアコ？じゃあ俺は誰なんだ？名前はカリョウ。警察層の西に住んでる。リーユエコーに来たのは病気を治すため。どう？思い出せた？俺はカリョウ。リーユエコーに来たのは病気を治すため。そう、俺は。うわ、もうこんなにひどいのか。早くこいつを連れてクボクロまで。フータオ、ごめんな。今度うまいもんでもおごっ。待って、そのまま彼をふぼくろに連れていくなんてつもりじゃないよね。え、なんか問題でもあるのか。ねえ白術、わからないわけじゃないよね。まさかあなたのお師匠さん、その技術につ、それとも気づいてるのにもかかわらずそれを使って何かしようとしてるの？お前ら何の話をしてるんだ。言ってる意味がわからないぞ。カリオから魔人の残滓の気配がします。気配がするってほどのもんじゃない。暴走寸前だよ。もし暴走したらその結果は想像もつかないほど。なんだって？魔人の残滓。フー同種、そう心配しないでください。体内にある魔人の、医者は病を治し人を救うのを責務としています。目の前に救える命があるのにそれを助けない理由なんて私にはありません。それにこの旧友を助けるのは私の亡き師匠の意志でもあります。あの人に免じてどうか一日の猶予をください。ここで王子の名を持ち出すなんてね。白術、一体何を企んでるの？人助けがしたいだけです。もし私に双心があるように思うのでしたら、ふぼくろまでついてきて横から監視してもらっても構いません。あれれ、いつも私を警戒してるはずなのに今回はやけに寛大だね。いいでしょ。カリョウをここに残しても問題は解決しないし。王子、あと旅人に免じて私が付き合ってあげる。旅人を連れてきたのは正解だったみたい。じゃないと面倒なことになってた。では善は急げ。今からふぼくろに戻るとしましょう。心脈が塞がり、そのせいで気血の巡りが悪くなっています。なるほど、意識がはっきりしていなかったのはこれが原因だったのです。白先生、父さんの病気まだ治せる？白術はこんなにすごいんだから、え、絶対大丈夫だって。安心しろ。そうだろ、アコ。お父さんがこの症状を見せたのはいつからですか？よく覚えてない。ただ僕が物心ついた頃には父さんはもう今みたいになってた。ただもうそんなに経つのですか？
いいえ、もう方法は思いついています。今晩から治療、明日の朝にまた来てください。その時アコには元気で意識のはっきりした父親を。ありがとう白先生。フードーシュ、もしそれでも心配で近くで見たいのであればご自由にしていただいて構いません。でもこの部屋に残らない方がいい。医者の治療には集中力が必要だ。途中で邪魔されるとまずいからね。はいはい、じゃあ私は近くに待機して花や草でも見てるよ。何かあったらすぐ駆けつけるから。薬術、それに調整、また明日な。皆さん、さようなら。薬術、準備はできたか？問題ありません。もう慣れていますから。どうぞ。無事に解決したな。けどやっぱり気になる。白術の言ってた旧友って一体どんな人なんだろう。お前は気にならないのか？ひひ、白術が治療してる間あたりで聞いて。暇人が暇を持て余し草花を見る。あれ、せわしい二人が私に何の用？あ、まだ言わないで、私に当てさせて。ふんふん、その様子。いひひ、そのちょっと気になるんだけど。で、あとなんでお前と白術は一目でカリオの体内に魔人の残滓。あれ、前に言ったことなかったっけ。王城堂は最初魔人が死んだ後の怨嗟をどうにかするために設立されたって。まあどれも古臭い話だよ。魔人が暴れた大昔、生と死の境界を維持するために先人たちが空気を浄化し死骸、今じゃこの魔人の。そういうことだ。大方その、へえ、おじいちゃんから聞いた。そのクス氏が、おじいちゃんはそれから葬儀屋が医者、普通の医者だ。でもおじいちゃんの精子、詳しくは知らないんだ。まあそれに白術って、とにもかくにも今はまず様子を見よう。もしかしたら明日になれば。わからないことがどんどん増えていくぞ。いや、明日になったら白術に直接聞こうぜ。そういえば、せっかく白は、ん、なのか。父さん、僕のこと思い出。ああ、思い出したとも。ごめんな、心配させて。母さんはどうした？なんだか
何日も見てないような気がするが。もう冒険者協会に依頼を出して探しに行ってもらってるよ。父さんは安心してしっかり療養してればいい。そうか、ならいい。白先生、感謝するよ。いいえ、お気になさらずに。恩師の異名、力を尽くすのは当然です。むしろ私の方こそ長年あなたたちのことを見つけてあげられた。白先生、病み上がりですから。まだその間、ふぼくろに残って精油。フードシュ、カリオさんから。確かに。でもたった一晩で一体どうやったの？それは門外不出の秘伝となります。フードシュ、まだ心配でしたらいつまでもいてくれて構いませんよ。ただその間の往生堂の損失は保証できませんので、あしからず。安心して、私はそんな。もうあの部屋にこもりっぱなしだったから息苦しさでおかしくなりそう。薬術、早く私を連れて外の空。はいはい、では皆さん、長生と一緒に外を散歩してきま。無理して人前で強がるからこうなるんでしょ。私が機転を聞かせてなかったらあんたどうするつもりだったのさ。でも私から言わせると、全員に内緒にする必要もないでしょうに。せめて一人ぐらいは信用で。そこにいるのは誰ですか？うわあ！どうしてついてきたのですか？ただ室内に居すぎただけです。新鮮な空気を吸えば大丈夫。だから無理するなと言ったのに。旅人、パイモン、実のところ、カリオの病気は完治していない。薬術が自分の精気をあの人に分けたことで、毒素を一時的に抑えたんだ。はあ。薬術、一体どういうことなんだよ。私の一門は、長生と契約をしています。歴代の契約者は、長生から授かった秘宝で病を治し、人を救って。カリオさんの神脈に異変があったのは、おそらく魔人の残滓を元に作られた毒薬のせいでしょう。しかし、その毒は。長生、そんなことができた。おい、かつて沈玉の谷にいた時は千人だって私の顔を立てていたんだぞ。逆にこいつが、薬術がまだ医学書に触れていない頃から。うわ、全然。はいはい。そうだ、風太が、お前らは人助けのために。いや、平気です。ちょ、しかし薬術のせい。旅人、パイモン、こいつのことを助。薬術、これもいい機会。旅人さん、パイモン。こんな。カリオさんが侵されている毒は一朝一夕のものでは。ええ、私は店内の雑務を手配。毒薬の手がかり以外。
行こう。よく警察層の近くで診察する。そういえばさっきは急いでたから聞きそびれ。ええ、私と姉弟子。ただ姉弟子は彼女が旅をしている間。あれ、小生の姉弟子は私と最後に谷へ戻ってきた時。あ、いいや、さあね、あの時は師匠はその件について。なるほど。いいえ、やれやれ、白術って。この、ええ、手分けして調べてみて。まさか氷の子供が。その間に。先ほど調整と一緒に。どうやらあんたたち。え、こいつ呼吸してないか。ええ、おそらくこれはまだ生きている毒薬でしょう。生の特質を持つ毒です。もしこの毒が分身。ええ、毒を持った人は本体を通して呼びかけに応える。あ、彼を引き寄せたのは。そんなことってありえるのか。なんでみんないきなり黙り込むんだよ。この毒が隠し収納に対火力か。けどなんで自分。もっとよく考えてみ。あ、まさか氷だっていうのか。いやいや、氷だって自分の旦那さんに毒を盛る理由なんてないぞ。私も姉弟子がそのようなことをするとは思えません。けど魔人の残滓から毒を作れるやつなんて、リーユエを探し回ったところで結果はたかが知れてるでしょ。憶測を巡らすのは今はまだ時期尚早かと。カリオさんを治した後、彼からさらなる手がかりを聞き出せるか試してみましょう。ええ、諸病根源雑記によれば、毒の本体である魔人の警察層の魔人の残滓についてあなたは何か知りませんか。あれ、それは長生の記憶と法力は今では人と契約を。おい、千人に私が体の体が丈夫になる。残念ですが。はいはい、大事な話に戻りましょう。仙人ってのは会いたいからって会えるものじゃないだ。本当か。誰のことを言ってるのか大体予想できたから、今回オイラは見てるだけにしておくぞ。我に何の用だ。ノア、
はほんと毎回驚かされるな。仙人はみんなこういう登場が好きなのか。このお方が、ん、お前は不暴露の白術と申します。こうして仙人様に、当時怪盗祭では仙人様の正体を知らずに接してしまい、何か無礼な振る舞いをしておりましたら。あれ、お前ら前に会った面識が一回ほど。妖魔の気配がする。お前が我を呼んだのはこの件か。妖魔を持って毒を作るとは嘆かわしいことだ。往年は常に生死を切り捨てさせて人間を。お前の頼みは承知した。警察層の下には確かに魔人の残骸がある。昔この地で悪しき水地が乱を起こし、後に帝君によって制圧された。帝君は像を持ってそれを沈め、生き物に害をなさないようにした。そうして後に警察層ができたというわけだ。現在その封印に問題はない。お前たちが探す本体とやらはおそらく地底から漏れた少量の水地の血だろう。だがその気配は目立たず感知しにくい。具体的にどこから漏れているかは必要がなければ我も人間に手を下したくない。しかし妖魔絡みのことであれば取り返しのつかないことになる恐れがある。その時は。あ、何でもない。元よりお前たち人間の選択に干渉する気はない。脱調政府士、それはお前たちが考えているほどいいものではない。仙人様からの教え、肝に銘じておきます。またいずれ。変な仙人だったな。私の記憶にある仙人と少し違う。なんたってショーだからな。あいつのおかげでやっと目星がついたぜ。魔人の残滓は地底から漏れている。姉弟子がもし薬を取っているなら、近くに地下へ通じている洞窟が一つあるはずです。それさえ見つかれば。先生、大変です。ケイ、不暴露にいたのになんでここに。何事です。焦らず話す前にまず一息ついてください。大変です。カリオさんの容態が急変しました。何、そんなに早く。いつもなら少なくともあと3日は余裕があるはず。どうやら一番まずい予想が当たってしまったようです。皆さんすぐに不暴露へ戻。心配しないで、白雪。どのような状態ですか。白先生、さっきまで元気だったのに、急に咳をして血を吐いたんだ。そしたら、またまともに話せなくなった。毛
が外に出た時はまだ意識があった。今はケ、治療のためにカリオさんを奥の部屋に運んでください。わかりました。アコ、安心してください。薬術、まさかまた長生の秘宝を使うつもりなのか。本当に他に方法はないのかよ。心配し だいぶ良くなったよ。そのよくわからないが、なぜだか体が前よりもかの。そういえば白先生はどこに。先生にまだ俺を言えてない。目が覚めたら俺はもうここにいたが。先生は少し休みたいとおっしゃって、私にカリオさんを抱えて奥の部屋から出るように言いました。それから先生は一度も出てきていません。そうか、そうだよな。白先生は俺のために二日も夜通し尽くして、この恩にどう報いればいいのか。氷が見つかったらよく話し合おう。そういえば氷に関して何か情報はあったか。冒険者協会からはまだ返事がないんだ。後で確認しに行ってみるよ。それじゃあ俺も。まだ容体が安定していないので、カリオさんは不ぼくろで休んでいるようにと先生はおっしゃっていました。アコには私が同行しましょう。そうするしかないか。本ではお言葉に甘えよう。白先生の休憩が終わったら直接お礼を言わないと。旅人、白術がずっと姿を見せてないのってもしかして。おい、おい、待っ。目が覚めたか。たとえ私が調息してあげられても、あのやり方はあまりに無…時間がないのですから仕方ありません。それに収穫がなかったわけでもありませんよ。姉弟子の構想は実に巧妙で勉強になる点がいくつもあります。本当に残念です。なあ、白術のやついつまで寝てるんだろう。あんたが寝ている間、あいつらはずっと外で待ってたんだ。外に出て声をかけてやったらどう？ええ。言ってるのはどこのドイツだい？あ、白術、ええ、問題ありません。ただ精気を多く消費。カリオのやつ、昨日私の最初の…そのため。なんだって？というより、彼の侵されていた。カリオさんは生まれつき珍しい。彼にとってもしその薬がなければ彼は何年も。ですが
ど、それに。それじゃあ、さ、魔人の残滓は極めて悪質で、一般人が耐えられるものではありま、おそらく。あの、まさか、国旗を救うために、自分を傷つけることも辞さない。現時点で宿命と、カリオさんの容体は魔人の残滓と何度も、それに数日前から行方不明になっているということは、すでに最、俺だ、白先生、旅人。カリオ、お前、もしかして。白先生、俺も連れて行ってくれ。白先生は俺たち一家のためにあまりに多くのことをしてくれた。先生が氷のために、それに氷は俺のせいで危ない目に遭ってるんだ。俺に彼女を救う力がないのは分かっちゃいるが、せめて道案内思い出せるはずだ。ちょっとちょっと、気血のバランスが崩れればあんたの心脈が傷つく。今はここに残ってた方がいい。ダメだ、急いで行かないと。俺がこれらのことを、はあ、この旅には様々な危険がつきまといます。七に赴く覚悟はありますか？俺は何年も前に死ぬはずの人間だった。俺はただ氷を見つける前に。それなら、白先生、またお出かけ？ええ、少し遠出をし、霧移ろの花粉を加えてから薬棚の3段目と5段目に。白先生、さあ行きなさい。わかった。みんな行ってらっしゃい。風の行く先を。あの日、道を見失った時と同じ感覚だ。から本体の影響が次第に強くなっています。距離が近くなったか、カリオさん、具体的な方向は分かります？おそらくこっちだ。ああ、この方向だと思う。心臓がかすかにうずく。方向は間違ってない。この場所、前も来たことがあるようだ。
この場所に漂う不吉な気配、私にも感じられます。ここには少し覚えがある。カリオ、大丈夫か？オイラたち。ダメだ、氷がまだおる。何をすればいい？うわぁ、なんだか不気味だぞ。この先に何？ここの採掘跡は荒くて、盗賊が掘った洞窟？そういえ、周りに散らばっている道具でも、なぜ彼らは道具も片付け思い出した。だがその方法を使って俺は。無理しないでください。毒になり得ます。剣女盤石、雨描きがたし、手をつなぎましょう。岩山八九、仕方をよく分かってるみたいだな。航路の中で焚いていたのは魔物を追い払うためのお香の。魔物を追い払う？お香は何日も前に燃え尽きています。私この洞窟を掘った宝刀だ。その後姉で。そうだ、ここで。カリオ大丈夫だ、引き続き先に進もう。か、もうかなり近い。氷と約束をしたのはこの先だ。
どうやらこの装置から放出されるエネルギーは障壁を解除できるだけでなく、対応する装置を通して伝達させることもできるようですね。これは利用できるかもしれません。近くには障壁を解除できる装置がないみたいだぞ。ここにレールがある。どこかに繋がってるようだな。このレールに沿って探してみたらどうだ。毒になります。コカ奥義。知識をあなたにも。ふふ。あ、来た。ふふ。手をつなぎましょう。ようやくは口に見えます。さあ、婦人観来です。天道万象、剣女万弱。ふふ。隙あり、難攻不落。治療しないとな。了。歌よ錦となれ。
新天道地。壁立先人。新天道地。揺らぐことなし。新天道地。揺らぐことなし。魔人の残滓に引き寄せられたようです。後ろはあなたに任せます。難攻不落。治療しないとな。命の重みを知りなさい。薬もど、この剣はわかるかい。覚えたわよ。また私のお家にいらっしゃい。治療しないとな。すぐに治してあげましょう。天道、ここにある剣女盤石。脈先生、どうだ氷の様子。まだ脈はありますが、決して楽観できる。あなたの体にある毒素と同じで、ここに根を張っている魔人の残滓がすでに彼女の意識を。早く取り除かないと、たとえ一命を取り留めることができても再び目を覚ますのは難しいでしょう。それじゃあさっさと魔人の残滓を取り除こうぜ。そんな単純な話じゃない。薬術が前に火龍の体にある毒はここの魔人の残滓と関係してる。魔人の残滓を取り除けば彼の体にある毒も効かなくなるだろう。カリオの体にある毒って心臓の病気を抑えるためのものなんだよな。それが効かなくなったら。え、まさか。そう、ここの魔人の残滓を取り除いたらあなたの命も。やっぱりそうなるのか。ちょっと待てって。オイラたちがここまで苦労してきたのは火龍の病気を治すためだろ。その百術、お前って物知りだし、きっと他にも方法があるんじゃないか。この毒を飲み続けることでもう少し時間を稼ぐのも一つの方法です。姉弟子の方は他に手がないか考えましょう。氷のこの様子だとおそらく気絶するまでずっとあんたのために薬を作ってたんだろう。もしかしたら彼女もそれを望んでるかもしれない。白先生、正直に言ってくれ。氷は。魔人の残滓はすでに肺腑に侵入しています。通常なら長くても3日くらいでしょう。ですが、もし私が秘宝を使って治療すれば。でもそれに何の意味がある。白先生、ここに来る前に俺は魔人の残滓の危険性について人から聞いた。こんなもので命をつないでいる限り、氷は危険を顧みず俺のために薬を作り続ける。それにもしいつか魔人の残滓が暴走したら、周りに影響を及ぼし氷とアコまで傷つけてしまうかもしれない。どうせ俺は十数年も前に死ぬはずの人間だったんだ。今日まで生きることが。もし氷
やはり去るべきと。略先生、旅人、もう少し時間をくれないか。氷をもう少し見ていたいんだ。わかりました。ありがとう。すまない、みんなの恩には。カリオ、略術調整、本当にお前らでも。一般的な手段はもうすでに姉弟子がここ数年で全て試しているでしょう。他の方法は私にもあまり自信がありません。生老病死、そもそもそれは人間にとって逃れられない宿命だ。もし命を簡単に救う方法があれば、氷も人でないものに助けを求める必要なんてなかっただろう。そんな、氷が苦労してカリオを救ったのに、今度はカリオが氷を救うために自分を犠牲にするなんて、こんなの一体何の意味がある。やっぱり人間にはいずれ別れが訪れる。少なくとも師匠たちの選択は確かに感銘を受けるものでした。往々にして、あの時俺たちは約束、ほら、たとえ俺がいなくなっても。もう十分だ。どうか。ええ。あなたの意識も記憶も侵食されていく。最後には使ってくれ。そうすれば少なくとも俺はお前た母さん、父さんの様子がおかしい。大丈夫、心配しないで。母さんは今から薬を取りに行ってくる。こんな時になんでこんなことを思い出す。人っていうのは長く生きれば生きるほど。もう一度お前の声が聞きたいな。気分はどうだ？もし気分が悪かったり違和感があったりしましたら詳しく話してください。リャク先生、俺は確かに確かにあなたは一度死にました。今のあなたは人間というよりキョンシーに。キョンシー？そう、出発する前に不死の薬を用意するようナナに頼んでおいたのです。あなたの体を。ただ本物の戦火の術にはまだまだ及びません。あなたの寿命を少し伸ばせる程度で、それが具体的に何日何ヶ月何年なのかは、これを機に私も少し観察してみたい。でもそれがどれくらいであろうと、あなたがちゃんと別れを告げて安心して旅立つには十分だと思います。夫婦同士はこれに納得していただけるでしょうか。不死の薬って、あなた一体裏でどんだけ研究したの？こんなものまで名ばかりの未完成品に過ぎません。もしカリオさんの意志が強くなければ薬もあまり効かなかったはずです。
私はあくまで一介の医者。精子の循環や陰陽平衡といった道理を私は理解していません。私が知っているのは、目の前に救われるべき命が存在する以上、それを救わない理由はないということだけです。それに、私たちが出発する前にカリオさんに道案内をするよう頼んだのは、他でもなく、フー同士本人ではありませんか？やっぱりバレてたんだ。フー同士がわざわざ手配してくれていなければ、そう簡単に姉弟子は見つけられなかったでしょう。通りでフシの薬の話をあの時してなかったわけだ。あんな状況だっていうのに、それでも私を警戒してたなんて。フー同士に勝手なことを言わないよう口止めされてたんだが、やはり白線。私の鼻を舐めるなよ。私はただ行方不明になった家族のことをずっと気にかけてるカリオを見て、その心残りを晴らし、早く旅立てるよう手助けしてあげたかったんだよね。けどまさかその商売をふぼくろに邪魔されるなんてね。まあいいや、この注文は延期になったってことで。はあ、ナナちゃんだけでも頭を悩ませてたのに、もう一人増えるとは。こんなことになるなら最初から彼を王女堂に連れて行ってればよかった。僕白先生や母さんよりもすごいクス師になって、父さんの病気を治してみせるよ。だからお姉さん。おやおや、王城堂の商売を邪魔しようとする人は大勢いるんだよ。雲来の海が2つあっても入りきらないほどにね。だからあなた旅人パイモン、そんじゃまた今度ね。ふう、やっといなくなった。これで一段落ついたな。せっかく再会できたんだし、何かした方がいいんじゃないか。こんな時は美味しい料理を作ってお祝いしなくちゃな。前に氷とアコの二人と卓を囲んで話したのは、まるで前世でのことのようだ。おお、それは楽しみだぜ。それじゃあまずは市場に行って一番新鮮な食材を選ぶぞ。出発出発。お兄さん、僕も手伝うよ。白術、今回は本当にありがとう。コーリさん、とんでもありません。すべきことか。白術、調整。あなた、半分教師になったばっかり。これか。先輩、お聞かせください。一つ目、忘れないで、柔軟体操。二つ目。はい。何をでしょう。忘れた。あなた。先輩。一つ目。はい。忘れ。薬も毒になり得ます。治療しないとな。谷で別れてから
いつの間にかもうこんなに経ってたんだ。調整は昔と同じで全然変わってないね。あんたは随分と変わったけどね。そうね、あの時の私はこんな日が来るなんて想像もしてなかったでしょう。それと白術、あなたがこんな風になってることもね。ようやくは口に逃がし、薬も毒になり得ます。あなたの不死の薬を見たけど、私の作った毒と薬理が少し似てたわ。毒素を持って生前の状態を維持する、妙妙たる発想と言わざるを得ません。まさか氷さんは私が勝手に真似したことを責めるつもりじゃ。そんなことないわ。あなたの素質ならたとえ前例がなくとも自力でそのうち作れてたでしょう。けどあなたが家寮に会ってからたった数日しか経っていない。なのにあの毒をここまで深く研究するなんて。しかも元の処方に改良まで加えてある。これは素質だけで説明できるものじゃない。白術、本当のことを教えて。ふう、だから長く隠し通せないって言って。調整との契約で転移できるのは正規だけではないのね。やはり氷さんには見抜かれてしまいました。その通りです。調整の秘宝は正規だけでなく、毒素や矢、2回目の治療でカリオさんから自分に一部の毒素を転移させました。これは彼の負担を軽くするためでもありますし、その毒性を深く研究するためでもあります。もちろん残っていた毒は全て魔人の残滓と共に消えていますので、氷さんが心配する必要はありません。危険すぎる。もしあの時魔人の残滓を取り除けていなかったら、あなたの体も。私にそれをとやかく言う資格は。当時私が指紋を離れて姿を消したのは、カリオを治療するために余命わずかな師匠の寿命をこれ以上削らせたくなかったからなの。けどまさか最終的には私も同じように自分の命と引き換えにカリオを救う道を選んで危険を冒して毒を作るなんてね。これが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに短命で、生死に逆らう奇跡に執着する。それは宿命ということ。白術、私にはお見通しよ。あなた、ま、氷さん、あなたは分かっているはずです。おーい、ご飯だぞ。母さん、ご飯の時間だよ。お兄さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。父さんでも味が分かるって。母さんも食べてみてよ。ええ、分かった、今行くから。ちょっと、あまり早く走らないの。白術、あなたを説得できないのは分かってる。けど忘れないで、もしあなたがいなくなったら、ナナもケイもあなたの親しい友人たちはみんなあなたのために悲しむのよ。そう心配しないでください、私にも。はあ、だ白術、さっき氷があなたがいなくなったらって言ってたけど、あれ、彼らの師匠を含めて私の歴代の契約者はみんな短命で一生を終えている。そんな調整、お前って人の寿命を伸ばせるんじゃなかったのかよ。これはとてもとてもな。かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人の薬師が
誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは聖器を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の死が選んだ道と、これから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは人をのみて勝つをとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うために、もう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと、病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ、答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻り、ゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も含まれてる。歴代の、しかしこの自分に待ち受ける、まるで飛んで火にいろうとする蛾のように。それじゃあ長生の秘宝、理想のため命を捧げた師匠たちの、え、でも毒とは何で、平常と異なる百毒と百病を私の後に続く人たちが契約により短命で終わることも、長生が契約をし、その通り、私は最後の契約者になり、真の不死はかつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い自分を救って、天地さえこの私までも救おうと
欲がないものは、あたろうそくの火を恐れながらも光に憧れる。こんな利己主義の側、月へ飛んでいくしかありませんね。お前ってやつは、なんて。白先生、お兄さん、みんな何の話を。それと調整にパイモンも、ココナッツミルク飲みに来ていい。まあいいか、食事の方が大事だしな。他のことはお腹がいっぱいになってから考えようぜ。ふう、たまにパイモンが羨ましくなる。腹を満たすだけで満足できるんだから。私たち人間が人生にまさにそのような些細な幸せがあるからではありませんか。覚えたわよ。